サム、依頼人のジャンク屋から話を聞いたの。私から説明するわね。荷物を届けて、そして指定された人物を連れ戻してほしい。その人物はカイラルアーティスト。彼女はカイラル物質の特性を生かして素晴らしい芸術品を作っている。彫刻、絵画、服飾、アクセサリーまで。カイラル物質を使った砂時計を運んで、彼女の作品なの。繊細な作りでとてもデリケート。正真正銘の壊れ物よ。最新の注意を払って運ばなければいけない。分かった。壊れ物を運ぶときは慎重に手で持って、絶対に転ばないで。荷物の中には依頼人からのメッセージも入ってる。確実に届けてあげて。カイラル砂時計は相当に壊れやすい代物のようだ。壊れやすい荷物は必ず手で持って運ぶんだ。ジャンク屋の渡してくれた支給品がある。移動速度を上げてくれるタイプのアクティブスケルトンよ。装備したらあなたの筋力をサポートしてくれるの。ブーストすればさらに速度が上がるけど、バッテリーを消費するから注意してね。あのガラクタの山からそんなものを作り出すなんて、埋もれさせておくのはもったいないわね。
ありがとうございました。さあお願い、私を彼のところへ連れて行って。これは私が作ってあの人に送ったの。あのテロの後、母と私はこの場所に命がけで逃げてきたの。なんとか連絡を取ろうとしたけど、彼はそれ以来見つからなかった。いえ、そうじゃないの。母はあの人のことをあまりよく思っていなくて、だから私と彼の間を裂こうと。母はあの人が死んだと私に嘘を。だけどあの人からメッセージが、彼だった。生きていたの。諦めてはいけなかった。心の中では彼が生きていると分かっていたのかも。でも母を一人にはできない。だから彼の死を受け入れるしかないって。凍りついてずっと止まっていたのはこの砂時計じゃない、私の方なの。私を連れて行って彼のところに。お願いします。あなたが迎えに来るのをずっと待っています。